富士ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。FM ジビートリーサポーテッドバイルイド DJ ドラゴンです。どうも佐々木おさめです。はい、佐々木さん、7月に入りましたね。もうね、はい、ついに入りました。7月5日ということなんですけれども、はい、もう日曜日っていうことなんで、今日がね、うん、七夕をいろいろあちこちでねやられてる感じなのかなと思うんですけど、ね、そうですね、うん、まあ短冊に書くのはあれですよ、もうコロナに負けないですよ。そうですね。ねえ、早くライブができますように。七夕祭りとかもね、あんまこう、はい、できない感じなのかなと思いますけれどもね、はいはい、まあ本来はね、あさって火曜日が七夕に7月7日にはなるんですけどもね、はい、はい、短冊書きましたか？もちろんですね、はい、ヒット祈願ヒット祈願毎年毎回ね、毎回やってますけどね。そうですよね、結構ね、でもね、短冊、うちね、僕はあのマンション暮らしなんですけども、はいはい、毎年ね、そのマンションの1階のエントランス部分にね、あの管理人さんが気を利かせてね、竹をね置いといてくれて、ね、短冊と置いといてくれて、へえ、そう、それでなんか結構ね書いたりするんですよ、ね。ドラゴンさんはなんて？僕はあれですよ、基本的に、ヒット祈願、ヒット祈願ですか、やっぱりね。一緒じゃないですか、ね、あとやっぱりこう仕事くださいね、仕事ちょうだい、結構具体的に書くんですね。割とそうですね、細かく書きますね、こういった内容のこういう仕事を発注してほしいこういうね、感じですかね。まあ、具体性が大事ですね。そうですね、やっぱり、はい、漠然とねお願いしても、うん、お願いされた方も困るのかなと思ってですね。誰にお願いしてんですか、ね、こんな感じですね。金額もなんなら、はい、なんならね書いちゃって、税込みでそんなね。いやいやいや、何の話ですか、何の話をしてるんですかということでね、いきたいと思います、はい。FM ジビートリーサポーテッドバイリード、私 DJ ドラゴンと、そして佐々木さんさんに関する質問、ご意見、ご要望、はい、ご依頼、うん、などなどですね、ビートリーのホームページから、お待ちしております、はい。さあ、毎月最終週はですね、リクエストやってるんですよね、はい、そうですね、今月7月のテーマはこちらです。祭り、そう、4月祭りでございますけど、祭りはもうね、あちこちで中止、うん、中止中止中止ね、はい、本当にね、もう残念でしょうがないサマーですよ。そうです ね、ということなんで、まあ、ちょっと音楽だけでも祭りしようじゃないかということでね、はい、お祭りソングをね、祭りソングね、いろいろ書けようと思っていますんで、皆さんのリクエストお待ちしてます、はい。そして、来月8月でいよいよ夏ですね、8月のテーマはこちら、お疲れ様、ね、もうダジャレでございますよ、はい、本当にお疲れ様ということで、ね、そのもう夏ソングでいいんです、ね、いいんですね、具体的に、ね、夏ソング、はい、そんな感じでリクエストお待ちしております、はい。そして今日の特集はこちらのアーティストいきますよ、バーン、ブランキー・ジェットシティ。それではブランキー・ジェットシティでいきましょう、赤いタンバリン。
という言葉に気をつけて思い出す。いくらか未来が好きになる。Oh, I was right. 人は愛し合うために生きてるっていうのさ。本当かも知れないさ。I thought I'd come by in. I thought you'd come by in.愛という言葉に気をつけて思い上がる。いくらか未来が好きになる。 Oh, I was baby. 人は愛し合うために生きてるっていうのさ。本当かも。はい、お送りしたブランキージェットシティで赤いタンバリンでした。DJ ドラゴンと佐久間様お送りしています。 B2B サポーテッドバイルイド。さあ今月はですね、はい、2人で、まあ、今月はというかここ最近、ねうん、この番組はですねゲストをちょっとねお迎えなかなかできないような状況ということなので、はいね、いろんなアーティスト、まあ、人気アーティスト、うん、そうですね、ねに、注目をしてですね、はい、なんで人気なのか、うん、どこがいいんだどこがいいんだなんで売れてるのというのをですね、はい、我々アーティスト目線でね同じ同業者目線でまあちょっと見るあの何か企画するというやつかこれそうですね好き勝手言う好き勝手言うコーナーですよね全くあの紹介にも何にもなってないまあ言ってしまえば何かね羨ましい企画ですよね羨ましい企画ね羨ましいな、ね、羨ましいということなんですけども今週のアーティストこちら、はい、ドーンブランキー・ジェットシティもう名前が羨ましいもう、ね、かっこいいですよね名前がもうどうしてこんな名前が付けられるかってね本当ですよこれ知ってますなんでそういう名前が付いてるかどういう意味かわからないですよ教えてくださいですよですね、はい、ブランキー市長の年って書いてますけどね、全然説明になってないですよ不良たちが集まる架空の都市、なるほど空虚な街っていう意味があるらしいですよそういう発想がねあるってことがねブランキーさんという人がジェットシティという街にたどり着いて、うん、市長になるっていうねそういうなんかこう物語があるみたいなあるんはい、そう浅井さんが浅井さんがやっぱ名付けたおっしゃってるようですよ浅井さんのやっぱりもう頭の中はもうすでにそういうふうになってたんですねすでにねこのバンド結成する前から ねちなみにブランキー・ジェットシティなんですけども、はい、1987年2月に結成しました、うんそしてですね1990年3年後なんですけれども、はい、大人気番組、はい、ねイカスバンド天国、ね、三宅裕二のイカスバンド天国ねイカ天、はい、ですよねイカ天というのに出演して、はい、なんとですね25代目イカ天キングになるねまあそれはすごいね今はもう見ました見ましたね当時、はい、見ましたよねそれで2000年に解散ということなんですよね、はいなんでまあ約13年に、ね、13年もねというまあ短いのか長いのかって感じではあるんですけれどもまあそのメンバーなんですけれども、まあ、こう3人が素晴らしいということで、ねはい、すごいですよねもうボーカルギターがこうね浅井健一さん、はい、相性が何でしたっけベンジーさんですねベンジーさんですよねグレッチ弾いてますねねえとにかくどうですかその佐々木さんから見てもね、はい、ギターボーカルやられてる佐々木さんやっぱり上半身裸でギター弾ける人ってそこそこまあそれ分かる一番最初だってテレビで週刊イカ天で見た時、ね、テレビ出てきて裸かと思ったね裸で弾いてると思ってすげえ驚いたよね驚きましたねあのインパクトはなんかすごかったよねなんかね、そうですね、まあ、やっぱり大丈夫ですか、はい、やる佐々木さんは裸でいやもう裸の太陽って歌ってますけど僕は裸の太陽歌ってるじゃない裸の太陽いや歌ってはいますけどなんで自分が裸になんないんですかいやまあ歌の世界ですからねいやいやでもそこじゃないですか佐々木さんがもっとバーンっていくには弾けない理由は弾けない理由はそこですよ体鍛えるところからねそこですそこです始めないとダメですねそしてベースがですね、はい照井利幸さんという感じでですね、はいまあねバンドもやりながら今ファッションブランドとかもねやられておしゃれな方なんですけども、ねうん、そしてドラムに中村達也さんスカパラでもね叩いてスカパラでも叩いたんですよね、うんまあ、元々スタークラブっていうねバンドもやられてたということなんで、はいまあ、パンクを経験して、はいまあ、非常に男気あふれる感じですよ ね、うん、今ロザリオスというねグループもやられてるそんな中村達也さんなんですけれども、はい、まあとにかく三者三様ねもう見た目からすごいですよねそうですね一般人じゃないみたいなオーラがはい、うんさあそんなねさっきちょっとイカ天の話が出たんでイカ天で演奏した曲をここで一曲ね、はい、ちょっと聞いてみたいと思うんですけども、はい、じゃあ佐々木さん曲紹介お願いしますはい、ブランキー・ジェットシティで Cat Was Dead
さあお送りしてるのはですね、ブランキー・ジェットシーでキャットアズデッドでございますね、はい、もうね、なんだ最初にでもね、僕ね、うん、そのブランキー・ジェットシーを聞いた時に、はい、キーが外れてるようにね聞こえたし、まあね、甲高い声ですもんね、うん、で浅井さんの声癖があるじゃないですか、うんうん、なんかちょっとなんかね最初馴染めなかったんです正直、あ、なんだこれはと、そうそう、びっくりしましたね僕も見てて、なんか なんだろうと思った、なんか、はい、聞いたことない感じ、そうそう、聞いたことのない感覚ですよね、うん、そうだから、まあちょっとその容姿とかね雰囲気はブライアン・セッツァーとかさ、うんうん、ストレイ・キャッツみたいな雰囲気なんだけど、はいはい、またちょっとそういういわゆるロカビリーではないし、はい、ではないですね、独自のロックンロールで、しかも歌詞の世界観とかさ、うん、世界観がねもう独特でしたよね、独特でしたよね本当にね、まあやっぱり放送禁止用語をバシバシ入れてくる、そうですね、まああえてじゃないと思うんですけど、うん、まあブランキー・ジェットシティの用語ですからね、そうですよね、ここはね、猫死んじゃったっていう歌ですもんね、猫死んじゃったってね、あ、なんか、ね、猫踏んじゃったじゃなくて死んじゃったっていうね、あ、なるほど、うん、そういう考え方もありますけどね、あとやっぱりこう、はい、話戻しブランキーなんですけども、まあ、まずまあビジュアル面も含めてですね、はい、非常にロックンロールな容姿だなと、うん、で浅井さんってなんか本当になんだろうね、ちょっとあのハーフみたいなね、はい、なんかそういうちょっと外国の方みたいな雰囲気すらあるじゃないですか、最初のインタビューで僕そう思ったんですよ、なんか日本人離れしてんな随分っていうね、でも喋ってる、ね、言葉がもうめっちゃあれな、愛知弁っていうんですか、なまってるね、そう、それがまたなんかこうまたすごいですギャップが、ギャップですよね、ギャップでしたよね、はい、ね、まあ、あとまあ本当ビジュアル的にはみんなさんイケメンというかかっこいい、うん、ロックをやるために生まれてきたルックスですよね、うん、やっぱあとテクニックはね、はい、そうですね、サンタの3ピースバンドであれだけさ厚みがあって、ね、厚みがあって鳴らすってのはさすげえなってな思いましたよね、うん、本当にね、はい、まあ、それをね垣間見たわけじゃないんですけれども、あの1995年にね、はい、あの代々木公園でさフリーライブやったんですよ、ああ僕そのビデオ持ってますよ、ビデオ持ってます、はい、まあ、僕は、まあ、あの近くでねバイトしたりとかしてたんでね、あ、あの見たんですか、実はねあの近く通ってね、うん、あんまり人いるから ね遠巻きで見てね、フリーライブでしたっけ、フリーライブですよ、もうちょっと本当なんかすごかったですよ、ただなのに来てくれてありがとうって言って、うん、なんか最後言ってましたよね、急に決まってね急に発表されてね急にやったんですよ、だから結構やっぱりまあなかなか遠方の方は来れなかったと思うんだけども、ね、すごい人でしたよ、ね、なかなか爆音でしたよ、ね、うん、何度もととまってましたけどね、うんうん、まあ、その中でですね、はい、まあ、D.I.J. のピストルという曲を演奏してたんですけども、これちょっと聞いてみようかなと思います、こんな曲ですよね、メロンソーダとチリドッグ生きてゆけると思ってる俺はケツの青い最新型のミサイル Baby なんて言ったって23ミリの銃口から飛び出す弾は真っ赤なのイチゴさ、わかるかい俺は殺し屋、魅力的なお前のその白いダイナマイト持ってきてくれよ、ガソリン入りの瓶でも OK、 息を潜めゆっくり火をつけて、何かとっても悪いことがしたい、日当たりのいいこのガレージ俺の部屋さ、壁中に張り巡らされた人と色したし、裸でブーツを履いたまま傾いたベッドで眠る俺の名前は D.I.G. ドキドキするようなイカれた人生 D.I.G. のピスタレ、はい、お送りしているのはブランキー・ジェットシティで D.I.J. のピストルでした、はい、やっぱりなんか独自のね、世界観が入るから馴染んでしまうと浅井さんの声ってなんかもうすごくスッとくるし、うん、そうですね、言葉も入ってくるし、はい、まあ、本当になんかロッケンロールの魔法使いみたいな感じだなっていうの、うん、そうですね、なんだろう、すごい暑、うん、苦しくないと言いますか、なんかちょっとこうなんて言うんでしょうね、なんか映画のワンシーンみたいな歌詞が多いし、うん、なんかこうそうですね、映像的かもしれないですね、確かにおしゃれですよね、あ、うん、おしゃれね、はい、
それはね確かに感じますね。ロッケンロールで見た目はね裸だけど、そうのおしゃれですよ。あのメタル系のものではなく、なんかこうなんかちょっと、うん、ちょっとなんかおしゃれなんですよ、ね、やぼったくない。そうですね、確かに。あ、なるほど、そういう視点でね感じたことなかったけど、ブランキー・ジェット・シティってそうかもしれないですね、うん、ね、うん。あと意外とあの見に来てるお客さん、まあ、僕 DVD でしか見てないんですけど、うん、意外と真面目そうな子が多くて、そうですね、うん、やっぱこう歌詞とかそういう世界観にもね、あの引っ張られてる、引っ張られてるって言い方おかしいけど、うん、やっぱりね、こうあの革ジャン着てリーゼントとかさ、ああいう雰囲気だとさ、うん、やっぱりどうしてもキャロルとかね、うん、まあ古く言うとね、そういう流れで不良たちが集まって、ね、みんなね、なんかこう、うん、ナイフとか持って、ね、うん、脅したりするやつかと思ったら意外にそうでもそう、ね、真面目なロック少年、ね、歌詞が内向的だったりするんで、なんかやっぱそう文学的だからか な、ね、なんか確かにそのロックンロールの可能性を広げたっていう意味ではすごいかもしれないです ね、はい、ね、表現的にはロックでなんか中身がこうセンチメンタルというか、うん、で浅井さんの声がなんかこう少年っぽいと言いますか、そうですよ ね、まあ、ちょっと象徴的な曲をまたここで1曲ね、はい、お届けしたいと思います、曲紹介でお願いします、はい、ブランキー・ジェット・シティでダンデライオン。愛が終わる時涙がこぼれたら、思うことは一つ、みんな空が好きさ、まるで僕たちはタンポポの星、戯れてるだけ空の下で、笑顔を浮かべた君のことが好きさ、ラズベリーブルーの草原に出たら口づけを交わす、あまりにも強い風の中で、お送りしてるのはブランキー・ジェット・シティでダンデライオンです、はい、ね、ほんとかっこいいね、うん、ダンデライオンってユーミンかブランキーですねまず、まあそうですねすいませんいろんなダンデライオンいますけどねそうです、まあ、あのでもやっぱりこうやっぱ唯一無二な存在だなと思うんですよね、うん、まあこれはね、前回紹介した椎名林檎さんもそうだけど、はい、真似できない、ブランキーっぽいこと真似してもちょっと痛いじゃないですか、多分、うん、こればっかりは、まあ、佐々木さんには裸でギターはやっていただかないといけないんですけども、いやです、うん、そればっかり言っててね、そうですね、そういうことじゃないですね、まあ、でもね、ずっと続いていくんじゃないかと思ったけど、やっぱロックンロールのやっぱストーリーは、うん、エンドがあるというの、これもでもなんかもしかしたら浅井さんの中の美学だったのかなってちょっと思ったりするんですけども、うん、ね、うん、まあ、2000年にね、解散するわけなんですけれども、はい、まあ、ラストはなんとですね、フジロックだったんですね、ラストライブ、その前に横浜アリーナで 2days で解散ライブをやってるのにかかわらず、うん、最後思いっきり最後フジロック出たんです、フジロックなるほど、面白いね、面白いですね、はい、そう確かにそうね、解散ライブをやったのにフジロックやったんです、うんうん新しいですね、そこもなんかブランキーっぽいって言いますか、そうですね、出ちゃおうかっていう結構ノリだったんじゃないかなっていうのもしますけれどもね、はい、実際僕ね、その浅井さん、まあ、ラジオのゲストでね、ブランキーの方々を迎えて何度か紹介したことありますけど、まあやっぱり癖あるよね、そうですね、
うん、癖がある、うん、一回盛岡自分の地元で、うん、インチャレがキャンペーン行ってる時に夜飲みに行った店にたまたまいたの、ブランキージェット氏がライブを終えて、うん、それまたグルーピーの方たちと一緒にいた、すごいねそのやつらやべえと思いながら声かけた、声かけたあのデザイン浅井さん、ごごめんなさい、頑張ってね、はい、結構気さくにいい人なんですよね、気さくにいい人でも他の二人に話しかけられませんでした他の二人は怖いですよね怖そうでしたねF ファクトリージャパンはクラブ DJ、MC、モデル、
タレントなどをキャスティングしてます。オーディションやスクールに興味のあるあなたは F ファクトリージャパンで検索してみてくださいね。夢の扉を開けてみませんか。ビートリーサポーテッドバイルイド。ビートリーサポーテッドバイルイド。DJ ドラゴンとサンキュアスマイお送りしてきました。ビートリーサポーテッドバイルイド。はいね、今週というか7月入ってね、頭でね、はい、やってきましたけど、いきなりね、うん、暑くなってきた、夏来たぞ。そうですね、暑いナンバーロッケンロール、ね、ブランキージェットシティをね、はい、なるほどね。ちょっとねピュアであるっていうのを改めて50超えてね感じましたよ。そうですね、うん、もう一回まだまだいけますよピュア。もう一回アルバム聞き直します。そうですね、うん、さあそういうことでですね、はい、皆さん番組ではメッセージリクエスト、こういうアーティストを特集してくださいよとかいうのをね、うん、待っておりますんでね、はい、皆さんメッセージ送ってください。そしてリクエストテーマ、いやリクエストやってまして、はい、7月のテーマがこちら、祭り祭りソングね、なんかデステバル感ある、はい、ノリのいいナンバーを送ってください。そして8月はこちら、お疲れ様、はい、お疲れ様夏ソングということで、メッセージをともに番組のホームページから送ってくださいね、はいはい、ということでね、審査入って、まあ、七夕でございます、皆さんね、うん、皆さんの願いが叶いますように、ということでね、はい、来週もそして皆さんとお会いできますように、はい、ということで、はい、FMG B3 サポーテッドバイルイド、お相手は私 DJ ドラゴンと佐々木治でした。また来週。